1の巻6雪を醸す寒空、ガサガサ風になる井出端の鈴玉、どこを見ても冬枯れの十面作って今にも泣き出しそうな景色であった。家を出て20-30歩行くと、これも物持ちの子のユージという色の生っ白い子がいきなり2軒3軒試験に負けて落第坊主と生やし立てる。ぶちのめしてやりたかったが、母がじっと睨んだので黙って歩いていく。すると今度はやはり遊び仲間の勘次郎という半面真っ黒なあざをした子が、やあしんちゃん、紋付き着てどけ行くだ、先生に断りに行くだかね、という。僕は顔を真っ赤にして、やはり黙って母の後に歩いていく。母も無言、僕も無言。症状と殺意を催してきた他の中道を横切って、次第にくぬぎの茂った丘の方に近づいた。さては墓参りをするのだなと思った。この丘の後に、僕が家、先祖代々の墓所がある。しかしそれにしては、花も持たず、線香も持ってこず、どうするのであろうと疑ったが、母はやはり無言で、ずんずん落ち葉にうずむ小道を、山へ山へと登っていくから、僕も無言で従った。丘をこうると、すぐ、しいかしわ杉などのこんもりと茂った小山があって、小山の反復に二端ばかり開かれて、ここは特に菊池家の菩提所になっている。四方は小高く石垣を築き上げて、上には平石の淡い淡いに小石を敷き詰め、苔だらけの五輪塔や縄文の桔梗を掘った墓石がそこここに立っている。素晴らしい追松が一本、桜の大木が一本、右左から墓地を覆っているが、今は12月の末だから桜は裸で、小石の淡いは一面に松の落ち葉が埋めている。この秋、父の棺を送ってここに来た時は桜の葉が赤くなってハラハラ落ちていたが、今はもう葉の影もない。観音笹がガサガサ鳴るばかり。鳥も歌わず人も来ず、寂しいことである。母は墓の入り口で足田を脱いで、筒と後ろも見ず登っていくので、僕も草履を脱いでついていく。母は父の墓、まだ目標のままだ、の前に来ると膝を折って石の上に座った。僕も座った。しばらくは無言である。慎太郎？僕は顔を上げた。母はいつの間にか黒鞘の懐剣をゆんでに握っている。お前はいくつになるかい？僕は頭を垂れた。あれほどおっかさんが普段言って聞かすのがお前の耳には入らんかい？おっかはな、ただ菊池の家が起こしたいばかりに難儀苦労もしています。その心尽くしがいかに子供でもお前にはわからんかい？お父さんはこんなになっておしまいなさる。家屋敷は人のものになる。義理にも生きていられたものじゃないに、こうして恥ずかしい目を忍んでいるのも、たった一人のお前を育てて、潰れた家を建て直して、ああ、菊池の家がまた起こったと、村の者にも言われたいばかりじゃないか。それに、
今度のお前のざまは一体何事です？お前は水飲み百姓の子と遊んで水飲み百姓になって、それで一生腐ってしまうつもりかい？菊池の家を潰した上にまた潰して、それでいいと思うかい？口惜しいとは思わんか？慎太郎、なぜ黙っとる？ええ、口惜しい。今日が今日まで身を削ってもお前を育てよう、人角の人間にしようと思っていたに、もう諦めた。お前を殺して私も死ぬから、そう思いなさい。それとも口惜しいと思うか？思わんか？慎太郎。さあ、押しに？この担当で押しに？卑怯者。さあ、死なんか。黒塗りの鞘を払って、氷のごとき懐剣を突きつけ、突きつけ、母は僕に詰め寄った。ああ、この時の母の顔。きっと、僕を睨んだ目つき。二十何年を経て、今、目の前にありありと見える。どこにいても気がくじけるとき、一点不良の念が兆すとき、この一層の目は、たちまちぎらりと我を睨むのである。僕の額から大粒の汗がほろほろ滴り落ちた。皮膚は氷を浴びたように、腹の内は熱鉄を飲んだように、耳は鳴り、目はくらめいて、心臓は早金を突き鳴らすように鼓動する。もう母の顔も見えぬ。ことも聞こえぬ。夢中に懐剣の束をつかむかと思うと、母はもぎ取って懐剣を二剣余り投げ捨てた。卑怯者。ブルブルと震えて、僕は拳を握って、出し抜けに涙がほろり、と思うと、僕は息ずすりして泣き出した。悔しいのか、嬉しいのか、悲しいのか、恥ずかしいのか、辛いのか、おそらくそのすべてであったろう。身も心も、とろくるばかり大泣きに泣いて、もう僕は、このままこの墓場の露に溶けてしまうかと思うほど存分に泣いて、20分後はもう香炉に溜まった雨水で顔を洗って、母と一緒に先祖の墓や父の墓の前にひざまずいて、まだおえつをしながらしんみりと何事をか念じていた。